はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10で音楽のデータやパソコンで取り扱うデータを CD に書き込む手順についてご紹介していきます。まずはじめにですね、 CD に焼くときにどのようなデータを焼くのかによってですね、手順の方が変わってきます。で、今回はですね、パソコンで取り扱うデータを焼く場合、 CD に焼く場合と、あと音楽のデータを焼く場合ということで2つに分けて紹介していきます。で、さらに音楽のデータを CD に焼くという場合の手順に関してですが、Windows 標準のソフトである Windows メディアプレイヤーを使ったやり方と iTunes での CD の焼き方についてもですね、ご紹介していきます。で、はじめに、どんなデータを焼きたいのかということですが、パソコンで読み込めれば OK というデータの場合ですね、パソコン上で取り扱うデータを単純に書き込みたいという場合であれば、すごくですね、簡単な手順になります。で、やり方なんですけれども、まずはじめにですね、空の CD をドライブの方にですね、入れていただいて、続いてですね、デスクトップ画面何もないところで一度ですね、クリック押していただいて、そしてその後にコントロールプラス N キーを押します。そうするとこのようにですね、デスクトップというフォルダ、エクスプローラーが出ますので、ここで PC をダブルクリックします。そうするとデバイスとドライブというですね、ものが出てきますので、ここでこのドライブですね、 CD ドライブもしくは DVD ドライブをですね、ダブルクリックします。で、ダブルクリックするとディスクの書き込みというですね、ウィザードが出てきますので、ここでディスクのタイトルをまずですね、入力します。で、デフォルトではですね、その日付ですね、年数とその日付が入りますので、このままでやっていただいてもいいですし、この CD が何かっていうのをですね、分かりやすいものを、任意のキーワードを入れていただいても問題ありません。で、今回はこのまま初期設定の日付のままでやっていきます。で、さらにこの下のところで2つの選択肢があるんですけれども、どちらを選択するかということなんですけれども、この上の方ですと USB フラッシュドライブと同じように使用するというふうに書かれています。つまりこれはどういうことかというと、最初にですね、何かファイルを書き込んだ後に追加してまたさらにこのディスクに書き込みを行うことができるというような設定になります。で、下の方を選んだ場合は一度ですね、書き込んだ後はその CD に対して追加で書き込むことができなくなるという設定になります。で、これはですね、どういった使い方によるかによってですね、異なるので、どちらかですね、使いやすい方、これからどういうふうに使うのかっていうのをですね、決めていただいた上でどちらかを選択してください。で、今回はこの上の USB フラッシュドライブと同じように使用するのですね、後からデータを追加で書き込める設定の方を選択して書き込んでいきます。右下の次をクリックします。そうするとフォーマットがですね、されます。フォーマットが終わりましたら、さらにもう一度ですね、このドライブをダブルクリックします。そして書き込みたいファイルをこのフォルダの中に追記していくような形になります。で、今回はですね、テキストファイルをこの対象の CD の方に書き込んでいきたいと思います。なので、ここでテキストファイル、その書き込みたいですね、対象のファイルをドラッグしていって、このフォルダの中に追記していきます。そうするとこのリストの中に、この今ですね、ドラッグしたテキスト1というものが表示されるようになりました。これでもう書き込みの準備が完了とともに書き込まれていくようなものになります。で、書き込みが開始とかそういったものの何か表示とかが出なくて、この中にドラッグしていって、このファイルがですね、表示、追記で表示された瞬間からもうディスクの書き込みが開始されるようなものになっています。なので、ここに入れた時からですね、ディスクの方で書き込みが開始されて、ディスクの方がですね、回転して処理が、書き込みの処理が始まっているのが音でわかるかなと思います。このようにですね、どんどん書き込みたいファイルを入れていくことで、追記追記でどんどんですね、その対象のファイルをディスクの方に書き込んでいくような形になります。で、書き込みが終わったかどうかっていうものも、特にですね、何か書き込み完了しましたとかそういった表示もないので、ドライブの方が収まって、音が収まったかどうかっていうので基本的には判断してください。で、あとはですね、書き込みの最中には取り出すことができないので、もし取り出しのボタンを押したとしてもですね、書き込みが完了するまで基本的にはドライブから CD が出てくることはないので、特に問題はないかなと思います。そして、すべての書き込みたいファイルがこのリストのところに追加し終わって、書き込みが完了した後はですね、この画面の今ですね、ホームをタブで開いている状態なんですが、一番右側のドライブツールというところを一度クリックしていただいて、そしてこのドライブツールのメニューにある取り出すのボタンをクリックします。そうすると取り出しを行うことができます。で、これで書き込みが完了となります。続いては音楽データを書き込む CD に書き込む手順をやっていきます。まず1つ目にですね、
やる方法として Windows 10の標準ツールとして備わっている Windows メディアプレイヤーを使った音楽データの書き込み方法をご紹介していきます。で、初めにですね、 Windows メディアプレイヤーを起動しますので、スタートから全てのプログラムの Windows アクセサリーをですね、一度クリックして展開します。そうするとこの中に Windows メディアプレイヤーがあるので、こちらをクリックします。この時ですね、初めて Windows メディアプレイヤーを起動した場合というのは、このように、ようこそ画面が出てきます。で、この画面が出てきた場合は、このチェックボックスあるんですが、推奨設定の方をクリックしていただいて、そして右下の完了ボタンを押してください。そうすると Windows メディアプレイヤーの画面が表示されますので、ここでまず初めにですね、画面右上の方にある書き込みというタブをクリックします。書き込みタブのですね、画面が表示されて、書き込みリストをですね、追加するものが表示されるんですが、ここにですね、この CD に書き込みたい音楽のデータをですね、ドラッグしていって追加していきます。なので、例えばですね、何かその対象の書き込みたい音楽のデータですねを用意していただいて、そしてその書き込みたいデータをですね、選択して、左クリックでドラッグしていって、この項目をドラッグして書き込みリストを作成しますのところで、離します。そうすると今選択したものがこちらのですね、リスト一覧に表示されるようになります。このように書き込みたい音楽のデータをどんどんこちらのですね、書き込みリストの方に追加していってください。で、どれぐらい書き込めるかというものは、この CD ドライブの上にですね、残り何分というふうに書かれていまして、この CD であれば80分の書き込み容量があるというもので、今これだけリストに入れたので、残り68分54秒書き込めますよというものが表示されています。なので、全体で80分ぐらいの音楽のデータを書き込めるというものになっています。で、全ての、その書き込みたいデータをですね、この書き込みリストの方に追加をした後は、この画面右上のですね、一番端っこにですね、チェックと、あとこの項目のアイコンみたいなのがあるんですが、こちらをですね、一度クリックします。そして、このですね、メニューから、初期設定ですと、データ CD または DVD の方が選択されていると思うんですが、こんな感じですね、この左側にチェック黒い点が入っているんですが、この状態だと音楽 CD として書き込まれませんので、音楽 CD としてオーディオ CD として書き込むためには、この下のオーディオ CD のところを一度クリックして選択します。こうしないと何かプレイヤーとかで再生することができません。なので、必ずこの設定ですね、変更を行ってください。この書き込みオプションというこのアイコンから、このオーディオの方に選択されていることを確認します。一応チェックを入れていただいて、この上で書き込みを行っていきます。あとですね、その他の書き込みの速度とかですね、そういったものを変更したい場合は、このリストの一覧、メニューの一覧からですね、その他の書き込みオプションというものがあるので、こちらをクリックします。そうすると書き込みのオプション画面が表示されますので、書き込み速度であったり、書き込み後にディスクを自動的に取り出すかどうかの設定などですね、といったものがあるんですが、基本的にはこの書き込み速度を設定するぐらいかなと思います。設定の方を行いましたら、最後に OK ボタンをクリックして設定完了となります。で、これで書き込みの準備が完了となりますので、この状態になったら、最後にですね、この書き込みの開始というこのボタンをクリックします。そうすると書き込みが開始されます。で、書き込みがどれぐらい進んでいるかっていうのは、この書き込み中のところで何パーセントと表示されますので、ここで書き込みが完了したかどうか、書き込みがどれぐらいまで進んだかどうかっていうのをですね、確認しておいてください。で、書き込みが完了すると、自動的にですね、 CD が取り出されるような形で CD がドライブから出てきますので、これで音楽データの書き込みが完了となります。続いては iTunes を使った音楽データの書き込み手順についてやっていきます。まずはじめにですね、 iTunes を起動していきます。そして iTunes を起動した後は、はじめにですね、左側の項目に、プレイリストを作成していきます。なので、このミュージックプレイリストのところの下のところ、何もないところで右クリックをしていただいて、新規プレイリストをまず選びます。プレイリストの名前に関しては、今回書き込む用途分かれば何でも結構です。で、プレイリストを作った後はですね、このプレイリストを選択した状態で、そしてですね、右側にその書き込みたい音楽のデータを追加していきます。で、全然別のところからこのように追加していっ
ってもいいですし、あとはですね、すでにこの iTunes の中に曲とかが入っている場合ですね、すでにこのように入っている場合というのは対象の曲をですね選択した状態で右クリックをします。そしてプレイリストに追加というのがあるので、こちらからこの今作った書き込み用のプレイリストの方を選びます。そうするとこの書き込み用の方に今選択したものが追加されていきます。このようにどんどんですね、この書き込み用のプレイリストのところに、追加していきます。でちなみにですね、複数選びたい場合とかですねは、コントロールを押しながらクリックしていくと、このように飛び飛びで選ぶこともできますし、一度クリックして間違えてしまった場合ですね、ずっとこの間はコントロール押しっぱなしなんですが、押しっぱなしの状態でもう一度クリックすると解除できます。なので結構便利なので、細かくですね選んで曲を、プレイリストに入れたい場合ですね、こう1個飛ばしとか2個飛ばしとかこんな感じでやりたい場合ですね、コントロールをこの間常に押しっぱなしでどんどんクリックして選んでみてください。で選び終わったら右クリック押していただいて、プレイリストに追加していくことで、このように飛び飛びで曲をですね選択した状態でプレイリストに入れることができます。で、全てのですね書き込みたい音楽のリストが追加し終わったら、この書き込み用のリストを表示させた状態で、右上にある全てをシャッフルの右ですね、点々点という追加のメニュー表示されるんですが、こちらを一度クリックします。そしてこのメニューからプレイリストからディスクを作成というものがあるので、こちらをクリックします。ディスク作成設定という画面が出ますので、ここで書き込み速度であったり、あとはですねこのディスクフォーマットとかですね、まあ、基本的にこのオーディオとして使うので、オーディオにチェックが入っていることを確認していただいて、ディスク作成のボタンをクリックします。そうすると、ディスクの書き込みが開始されます。あとはディスクの書き込みが完了するまで待ってください。で書き込み方がですね完了したタイミングで、自動的にですねドライブから CD が、取り出しが行われますので、これで書き込み完了となります。